日礼レディス第2日、15日、千葉・袖ヶ浦 CC ・新袖 C=6584 ヤードパー72、3位から出たメルセデスランキング1位の竹田レオ、21= イコール山江グループ HD=69 が69で回って通算8アンダーで単独首位に立ち、今季4勝目に王手をかけた。 勝てば日本選手では史上3位タイの速さとなる出場15試合で年間獲得賞金1億円を突破する。初飛手位タイの桑木志保21イコール大和ハウス工業イコールラ2人が1打差の2位。山下美優、22イコール加賀電子イコールは70で回り、通算4アンダーで14位から10位に上がった。 昨年11月の最終プロテストに合格したルーキーの吉澤柚月が通算1アンダーの27位で初めて予選を通過した。QT28 位の資格で開幕戦からフル出場も、前週まで15試合連続で予選落ち、地元の千葉で連敗を止めた20歳は、この試合は高校、霊卓高の時に初めて出たプロの試合。 そこで予選を通過できて本当に嬉しい。涙が出そうでしたと喜んだ。初の賞金も確定。最終日は少しでも上を目指しますと力を込めた。